気づいた。観覧車に乗りましょう。え、今からですか？お願いします。ついに観覧車に。時間的には悪く、あれだけ隣に座れと言ったのに、テンパりやがって。あの野郎。わあ、綺麗。観覧車が一番上に行った時がプロポーズの最高のタイミングだ。もうすぐ一番上だ。この日のために用意した。ない。5000万円の指輪が。わあ、行け。もうすぐだ。そこでプロポーズするんだ。ないぞ。どうしたんです、平丸さん。何をやっている、平丸。一番上を過ぎてしまったではないか。足元にお気をつけください。大丈夫ですか、平丸さん。どこに行ったんだ、指輪。え、指輪。あ、今のは吉田さん。平丸さんの格好、遊園地に純白のスーツ、心配そうに見に来ている吉田さん、それに指輪。あの、もう一周いいですか。え、でも、もう閉園だよ。お願いします。どうぞ、お幸せに。ありがとうございます。あの、平丸さん。はい。何かお話があるんですね。え、平丸さん、頑張って。頑張って話してください。頑張ってください。言わなければ。ゆりたんが頑張ってって言ってくれてるのに。何をしている、平丸。またチャンスを逃す気か。ゆりたん。はい。僕を幸せにしてください。平丸さんを幸せに。はい。私と遊園地に来ていて、まだ幸せが足りませんか。いや、だから結婚して、この幸せを永遠のものに。結婚して、私も幸せにしてください。やったー。あのハサギをやったのか、やまる。あ、ごめんなさい。本当は僕から隣の席に座るべきだったのに。そうですよ。それに、僕を幸せにしてくださいはひどいですよ。え、ひどかったですか。せっかくの一生に一度のプロポーズなのに、僕をはないです。え、嘘。僕をって言いました。間違えちゃった。平丸さん、外ん、あそこ見て。ん？よしたち！早く降りたい！よしたちのとこへ！平丸さん、吉田さんと本当に仲がいいんですね。はい！僕の親以上の人なんです！よしたち！よくやった！平丸くん！ご来場のお客様にお知らせです。夢の回転コーヒーカップ、ピンクの中に紫色のケースに入った指輪の落とし物がございました。あ。